夏目漱石文鳥十月早稲田に移る伽藍のような書斎にただ一人片付けた顔を頬杖で支えていると三重吉が来て「鳥を飼いなさい」と言う「飼ってもいい」と答えた「しかし念のためだから」 何を買うのかね?」と聞いたら「文鳥です」という返事であった文鳥は三重吉の小説に出てくるくらいだからきれいな鳥にちがいなかろうと思って「じゃあ買ってくれたまえ」とたのんだところが三重吉は「ぜひお買いなさいと」と 同じようなことを繰り返している「うーん買うよ買うよ」うよとやはりほうずえをついたままでむにゃむにゃ言っているうちにみえきちは黙ってしまったおおかたほうずえに愛想をつかしたんだろうとこの時初めて気がついたすると 三分ばかりして今度はカゴを買いなさいと言い出したこれもよろしいと答えるとぜひお買いなさいと念を押すかわりに鳥かごの講釈を始めたその講釈はだいぶ込み入ったものであったが気の毒なことにみんな忘れてしまったただ いいのは二十円ぐらいするという段になって「急にそんな高いのでなくってもよかろう」と言っておいた三栄吉はにやにやしているそれから全体どこで買うのかと聞いてみると「なあにどこの鳥り屋でもあります」と実に平凡な答えをした。 カゴはと聞き返すと。カゴですかカゴは、その、なんですよ。何どこにかあるでしょう。と、まるで雲をつかむような寛大なことを言う。でも君、当てがなくっちゃいけなかろう。と、あたかもいけないような顔をしてみせたら。 三重吉はほっぺたへ手を当てて「何でも駒込に籠の名人があるそうですが年寄りだそうですからもう死んだかもしれません」と非常に心細くなってしまった何しろ言い出したものに責任を負わせるのは当然のことだから早速万事を 三栄吉に依頼することにしたするとすぐ金を出せという金は確かに出した三栄吉はどこで買ったか七子の三つ折れの紙入れを懐中していて人の金でも自分の金でもしっかりこの紙入れの中に入れる癖がある自分は三栄吉が ご円札を確かにこの紙入れの底へ押し込んだのを目撃したかようにして金は確かに三重吉の手に落ちたしかし鳥とかごとは容易にやってこないそのうち秋が小春になった 三重吉はたびたびび来る。よく女の話などをして帰っていく文鳥と籠の講釈は全く出ないガラス戸を透かして五尺の縁側には日がよく当たるどうせ文鳥を飼うならこんな暖かい季節にこの縁側へ鳥かごを据えてやったら 文鳥もさだめしなきよかろうと思うくらいであった三重吉の小説によると文鳥は「千代千代」と泣くそうであるその泣き声がだいぶん気に入ったと見えて三重吉は「千代千代」を何度となく使っているあるいは千代という女に ほれていたことがあるのかもしれないしかし当人は一向そんなことを言わない自分も聞いてみないただ縁側に日がよく当たるそうして文鳥が鳴かないそのうち霜が降り出した 自分は毎日伽藍のような書斎に寒い顔を片づけてみたり取り乱してみたり頬杖をついたりやめたりして暮らしていたとは二重に締め切った火鉢に炭ばかりついでいる文鳥はついに忘れたところへ 三重吉が門口から威勢よく入ってきた時は酔いの口であった寒いから火鉢の上胸から上をかざして浮かぬ顔をわざとほてらしていたのが急に陽気になった三重吉は法流を従えている法隆はいい迷惑である 二人がかごを一つずつ持っている。その上に三重吉が大きな箱を兄貴分に抱えている。ご円札が文鳥とかごと箱になったのはこの初冬の晩であった。三重吉は大得意である。まあごらんなさい。という。 りゅうそのランプをもっとこっちへ出せ」などというそのくせ寒いので花の頭が少し紫色になっているなるほど立派なかごができた台が漆で塗ってある竹は細く削った上に色がつけてある それで三円だという。安いなぁ、法隆。と言っている。法流は、うん、安い。と言っている。自分は安いか高いか半然とわからないが、まあ、安いなあと言っている。良いのになると、 二十円もするそうです。という。二十円はこれで二編目である。二十円に比べて安いのは無論である。この漆はね、先生、日なたえ出して晒しておくうちに黒みが取れて、だんだん朱の色が出てきますから。 「そうしてこの竹はいっぺんよくにたんだからだいじょうぶですよ」などとしきりにせつめいをしてくれる「なにがだいじょうぶなのかね?」と聞ききかえすと「まあとりをごらんなさいきれいでしょう」といっている「なるほどきれいだ。 次の前カゴをすえて四尺ばかりこっちから見ると少しもうごかないうす暗い中に真っ白に見えるカゴの中にうずくまっていなければ鳥とは思えないほど白いなんだか寒そうだ寒いだろうねえと聞いてみると そのために箱を作ったんだという。夜になればこの箱に入れてやるんだという。籠が2つあるのはどうするんだと聞くと。この粗末な方へ入れて、時々鎮西を使わせるのだという。これは少し手数がかかるなあと思っていると。 それからふんをしてかごをよごしますからときどきそうじをしておやりなさい」とつけくわえたみえきちは文鳥のためにはなかなかきょうこうであるそれをはいはいひきうけると今度はみえきちがたもとからあわをひとふくろだした これを毎朝食わせなくちゃいけません。もし、絵を変えてやらなければ、絵つぼを出して、らだけ吹いておやんなさい。そうしないと、文鳥が実のある泡をいちいち拾い出さなくちゃなりませんから。水も毎朝変えておやんなさい。先生は寝坊だから、ちょうどいいでしょう。と、 大変文潮に親切を極めているそこで自分も「よろしい」と万事受け合ったところへ法隆がたもとからえつぼと水入れを出して行儀よく自分の前へ並べたこう一切万事を整えておいて実行を迫られると 義理にも文鳥の世話をしなければならなくなる。内心ではよほどおぼつかなかったが、まずやってみようとまでは決心した。もしできなければ、うちの者のがどうかするだろう、と思った。やがて三栄吉は、鳥かごを丁寧に箱の中へ入れて、 縁側へ持ち出して「ここへ置きますから」と言って帰った自分は伽藍のような書斎の真ん中に床をのべて冷ややかに寝た夢に文鳥を背負い込んだ心持ちは少し寒かったが眠ってみればふだんの夜のごとく穏やかである 翌朝目が覚めるとガラス戸に日がさしているたちまち文鳥に絵をやらなければならないなあと思ったけれども起きるのが大義であった今にやろう今にやろうと考えているうちにとうとう8時過ぎになった しかたがないから顔を洗うついでを持って冷たい円を素足で踏みながら箱のふたを取って鳥かごを明るみへ出した文鳥は目をパチつかせているもっと早く起きたかったろうと思ったら気の毒になった文鳥の目は真っ黒である まぶたのまわりにほそいときいろのきぬいとをぬいつけたようなすじがはいっている。めをぱちつかせるたびにきぬいとがきゅうによっていっぽんになる。とおもうとまたまるくなる。かごをはこからだすやいなやぶんちょうはしろい首をちょっとかたぶけながらこのくろいめをうつして。 初めて自分の顔を見た。そうしてちちっと泣いた。自分は静かに鳥かごを箱の上に据えた。文鳥はパッと止まり木を離れた。そうしてまた止まり木に乗った。止まり木は二本ある。 黒みがかった青軸を程よき距離に端と渡して横に並べたその一本を軽く踏まえた足を見るといかにもきゃしゃにできている細長い薄くれないの端に真珠を削ったような爪がついて手ごろな止まり木を甘く抱え込んでいるすると ひらりと目先が動いた。文鳥はすでに止まり木の上で向きを変えていた。しきりに首を左右に傾ける。傾けかけた首をふと持ち直して心持ち前へのしたかと思ったら白い羽がまたちらりと動いた。文鳥の足は 向こうの泊まり木の真ん中あたりに具合よく落ちた。ちちっと泣く。そうして遠くから自分の顔をのぞき込んだ。自分は顔を洗いに風呂場へ行った。帰りに台所へ回って戸棚を開けてゆうべ三樹吉の買ってきてくれた 泡の袋を出して餌坊の中へ絵を入れてもう一つには水を一杯入れてまた書斎の縁側へ出た三重吉は用意周到な男で夕べ丁寧に絵をやる時の心得を説明していったその説によるとむやみに籠の戸を開けると うがげだから右の手でかごの戸を開けながら左の手をその下へあてがって外から出口を塞ぐようにしなくっては危険だ。えつぼを出す時も同じ心得でやらなければならないとその手つきまでしてみせたがこう両方の手を使って 椅子をどうしてかごの中へ入れることができるのかつい聞いておかなかった。自分はやむを得ずえず椅子を持ったまま手の甲でかごの戸をそろりと上へ押し上げた。同時に左の手で開いた口をすぐ塞いだ。鳥はちょっと振り返った。 そうしてちちっと泣いた。自分は出口を塞いだ左の手の処置に窮した。人の隙をうかがって逃げるような鳥とも見えないので、なんとなく気の毒になった。三栄吉は悪いことを教えた。大きな手を。 そそろそろかごの中へ入れた。すると文鳥は急に羽ばたきを始めた。細く削った竹の目から温かいムクゲが白く飛ぶほどに翼を鳴らした。自分は急に自分の大きな手が嫌になった。あの壺と水の壺を。 とまり木の間にようやく奥や稲や手を引きこました。籠の戸ははたりと独りでに落ちた。文鳥は止まり木の上に戻った。白い首を半ば横に向けて籠の外にいる自分を見上げた。それから曲、ま、げた首をまっすぐにして。 足のもとにある泡と水を眺めた自分は食事をしに茶の間へ行ったその頃は日課として小説を書いている自分であった飯と飯の間は大抵机に向かって筆を握っていた静かな時は自分で 紙の上を走るペンの音を聞くことができた伽藍のような書斎へは誰も入ってこない習慣であった筆の音に寂しさという意味を感じた朝も昼も晩もあったしかし時々はこの筆の音がぴたりとやむまたやめねばならぬ りもだいぶあった。その時は指の股に筆を挟んだまま手のひらへあごをのせてガラス越しに吹き荒れた庭を眺めるのが癖であったそれが済むとのせたあごを一応つまんでみるそれでも筆と紙が一緒にならない時は つまんだあごを2本の指でのしてみるすると縁側で文鳥がたちまちちよちよとふたえ鳴いた筆をおいてそっと出てみると文鳥は自分の方を向いたまま止まり木の上からのめりそうに白い胸を突き出して 高く「ちよ」と言った「みえきちがきいたらさぞよろこぶだろうと思うほどないい声で「ちよ」と言った「みえきちは今になれるとちよと泣きますよきっと泣きますよ」と受け合って帰っていった自分はまた かごのそばへしゃがんだ。文鳥は膨らんだ首を二三度縦横に向け直した。やがて一塊の白い体がポイっと止まり木の上を抜け出した。と思うと綺麗な足の爪が半分ほどえつぼの縁から後ろへ出た。 小指をかけてもすぐひっくり返りそうなえつぼはつり金のように静かである。さすがに文鳥は軽いものだ。なんだか淡雪のせいのような気がした。文鳥は巣とくちばしをえつぼの真ん中に落とした。そうして、 にさんどさゆうにふったきれいにならしていれてあったあわがハラハラとかごのそこにこぼれた文鳥はくちばしをあげたのどのところでかすかなおとがするまたくちばしをあわのまんなかにおとすまたかすかなおとがする。 その音が面白い。「静かに聞いていると丸くてこまやかでしかも非常に速やかである」「すみれほどな小さい人が黄金の土で目のうのい石でも続けざまにたたいているような気がする」「くちばしの色を見ると紫を薄く混ぜた」 紅のようである。その紅が次第に流れて泡をつつく口先のあたりは白い象毛を半透明にした白さであるこのくちばしが泡の中へ入るときは非常に速い左右に振りまく泡の玉も非常に軽そうだ 文鳥は身を逆さまにしないばかりにとがったくちばしを黄色い粒の中にさしこんではふくらんだ首を惜しげもなく左右へ振るかごの底に飛び散る泡の数はいくつぶだかわからないそれでもえつぼだけはせきぜんとして静かである重いものである えつぼの直径は一寸五分ほどだと思う自分はそっと書斎へ帰って寂しくペンを紙の上に走らし,していた縁側では文鳥がチチッと鳴く折々はちようちようとも鳴く外では木枯らしが吹いていた 夕方には文鳥が水を飲むところを見た。細い足を壺の縁へかけて小さいくちばしに受けた一しずくを大事そうに仰向いて飲み下している。この分では一杯の水が10日ぐらい続くだろうと思ってまた書斎へ帰った。晩には、 箱へしまっってやった。ねるときガラス戸から外をのぞいたら月が出て霜が降っていた文鳥は箱の中でことりともしなかったあくる日もまた気の毒なことにおそくおきて箱からかごを出してやったのは やっぱり8時過ぎであった箱の中では塔から目が覚めていたんだろうそれでも文鳥は一向不平らしい顔もしなかった籠が明るいところへ出るや否やいきなり目をしばたたいて心持ち首をすくめて自分の顔を見た 昔美しい女を知っていたこの女が机にもたれて何か考えているところを後ろからそっと行って紫の帯揚げの房になった先を長く垂らして首筋の細いあたりを上からなで回したら女は物げに後ろを向いたその時女の眉は 心持ちはの字に寄っていたそれで目尻と口元には笑みが刻していた同時に格好のよいあごを肩まですくめていた文鳥が自分を見た時自分はふとこの女のことを思い出したこの女は今嫁にいて 自分が紫のお揚げでいたずらをしたのは縁談の決まった二三日後であるえつぼにはまだ泡が八分通りまで入っているしかし殻もだいぶ混じっていた水入れには泡の殻が一面に浮いて痛く濁っていた 変えてやららなななければならない。「また大きな手をかごの中へ入れた」「非常に用心して入れたにもかかわらず文鳥は白い翼をみ出して騒いだ」「小さい羽が一本抜けても自分は文鳥にすまないと思った」「殻はきれいにふいた」 吹かれたからは木枯らしがどこかへ持っていった水もかえてやった水道の水だから大変冷たい,へんつめたいその日は一日寂しいペンの音を聞いてくらしたその間には折々「ちよちよ」という声も聞こえた 文鳥も寂しいから泣くのではなかろうかと考えた。しかし縁側へ出てみると、二本の止まり木の間をあちらへ飛んだりこちらへ飛んだり絶え間なく行きつ戻りつしている。少しも不平らしい様子はなかった。夜は箱へ入れた。 あくる朝目が覚めると外は白い霜だ文鳥も目が覚めているだろうがなかなか起きる気にならない枕元にある新聞を手に取るさえ難儀だそれでもたばこは一本ふかしたこの一本をふかしてしまったら 起きてかごから出してやろうと思いながら口から出るけぶりの行方を見つめていたするとこのけぶりの中に首をすくめた目を細くした心持ち眉を寄せた昔の女の顔がちょっと見えた自分は床の上に置き直った寝まきの上へ羽織を引っかけて すぐ縁側へ出た。そうして箱のふたを外して文鳥を出した文鳥は箱から出ながらちよちよと二声へ鳴いた三重吉の説によると慣れるにしたがって文鳥が人の顔を見て泣くようになるんだそうだ。 現に三重吉の飼っていた文鳥は三重吉がそばにいさえすればしきりにちよちよと鳴き続けたそうだのみならず三重吉の指の先から絵を食べるという自分もいつか指の先で絵をやってみたいと思った次の朝は また怠けたけ昔の女の顔もつい思い出さなかった顔を洗って食事を済まして気がついたように縁側へ出てみるといつの間にか籠が箱の上に乗っている文鳥はもう泊まり木の上を面白そうにあちらこちらと飛び移っている そうして時々は首をのしてかごの外を下の方からのぞいているその様子がなかなか無邪気である昔紫の帯揚げでいたずらをした女は襟の長い背のすらりとしたちょっと首を曲げて人を見る癖があった 泡はまだある水もまだある文鳥は満足している自分は泡も水も変えずに書斎へ引っ込んだ昼過ぎまた縁側へ出た食後の運動方々56軒の周り縁を歩きながら初見するつもりであった ところが出てみるとあわがもう七分がたつきている水もまったくにごってしまった書物を縁側へ放り出しておいていそいでえと水をかえてやったつぎのひもまたおそくおきたしかもかおを洗らってめしをくうまでは えんがわをかかなかった書斎に帰ってからあるいは昨日の,のようにうちの者のがかごを出しておきはせぬかとちょっとえんへ顔だけ出してみたら果たして出してやったその上柄も水も新しくなっていた自分はやっと安心し,して首を書斎に入れた とたんに文鳥はちよちよと泣いたそれで引っ込めた首をまた出してみたけれども文鳥は再び泣かなかったけげんな顔をしてガラス越しに庭の霜をながめていた自分はとうとう机の前に帰った 書斎の中では相変わらずペンの音がサラサラする。書きかけた小説はだいぶんはかどった。指の先が冷たい。けさ生けた桜積みは白くなって。薩摩ごとくにかけた鉄瓶がほとんど冷めている。摘み取りはからだ。 手をたたいたがちょっと台所まで聞こえない。立って戸を開けると文鳥は霊に似ずとまり木の上にじっと止まっている。よく見ると足が一本しかない。自分は炭取りを円に置いて上からこごんでかごの中をのぞき込んだ。 いくら見ても足は一本しかない文鳥はこのきゃしゃな一本の細い足に総身を託して木年として箱の中に片付いている自分は不思議に思った文鳥について万事を説明した三重吉も このことだけは抜いたと見える。自分が炭取りに炭を入れて帰った時文鳥の足はまだ一本であったしばらく寒い縁側に立って眺めていたが文鳥は動く景色もない音を立てないで見つめていると文鳥は丸い目を次第に細くしだした。 大方眠たいのだろうと思ってそっと書斎へ入ろうとして一歩足を動かすやいなや文晁はまた目を開いた同時に真っ白な胸の中から細い足を一本出した自分は戸を立てて火鉢へ炭を継いだ 小説は次第に忙しくなる。朝は依然として寝坊をする。一度うちの者が文鳥の世話をしてくれてからなんだか自分の責任が軽くなったような心持ちがする。家の者が忘れる時は自分が絵をやる水をやるかごの出し入れをする。 しない時は家の者のを呼んでさせることもある自分はただ文鳥の声を聞くだけが役目のようになったそれでも縁側へ出る時は必ず籠の前へ立ちとどまって文鳥の様子を見た大抵は狭い籠を苦にもしないで 二本の泊まり木を満足そうに往復していた天気のよい時は薄い火をガラス越しに浴びてしきりに泣き立てていたしかし三栄吉の言ったように自分の顔を見てことさらに泣く景色はさらになかった」。 自分の指からじかに絵を食うなどということは無論なかった。折々機嫌のいい時はパンの粉などを人さし指の先へつけて竹の間からちょっと出してみることがあるが文鳥は決して近づかない。少し無遠慮に突き込んでみると文鳥は指の太いのに驚いて 白い翼をみ出して籠の中を騒ぎ回るのみであった。二三度試みた後自分は気の毒になってこの芸だけは永久に断念してしまった。今の世にこんなことのできる者がいるかどうだかは甚だ疑わしい。おそらく、 古代の船員との仕事だろう三重吉は嘘をついたに違いないある日のこと書斎で例のごとくペンの音を立ててわびしいことを書き連ねているとふと妙な音が耳に入った縁側でさら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 言う 女が長い絹の巣をさばいているようにも受け取られるがただの女のそれとしてはあまりにぎょうさんであるひな壇を歩くいりびなのはかまのひだのすれる音とでも形容したらよかろうと思った自分は書きかけた小説をよそにしてペンを持ったまま縁側へ出てみた すると文鳥が行水を使っていた水はちょうどかえたてであった文鳥は軽い足を水入れの真ん中に胸毛まで浸して時々は白い翼を左右に広げながら心持ち水入れの中にしゃがむように腹を押し付けつつ そうみの毛を一度に振っている。そうして水入れの縁にひょいと飛び上がる。しばらくしてまた飛び込む。水入れの直径は一寸五分ぐらいにすぎない。飛び込んだ時は尾もあまり頭もあまり背は無論余る。 水につかるのは足と胸だけであるそれでも文鳥は金ぜんとして行水を使っている自分は急に替えかごを取ってきたそうして文鳥をこの方へ移したそれからう炉を持って風呂場へ行って水道の水をくんで かごの上からさあさあとかけてやった。じょうろの水が尽きるころには白い羽から落ちる水が玉になって転がった。文鳥は絶えず目をパチパチさせていた。昔紫のおびあげでいたずらをした女が座敷で仕事をしていたとき。 裏二階から懐かがみで女の顔へ春の光線を反射させて楽しんだことがある女は薄赤くなった頬を上げて細い手を額の前にかざしながら不思議そうにまばたきをしたこの女とこの文鳥とはおそらく同じ心持ちだろう 聞かずが立つに従って文鳥はよくさえずる。しかしよく忘れられる。ある時はえつぼが泡の殻だけになっていたことがある。ある時はかごの底が踏んでいっぱいになっていたことがある。ある晩宴会があって遅く帰ったら。 冬の月がガラス越しに差し込んで広い縁側がほの明るく見える中に鳥籠がシーンとして箱の上に乗っていたその隅に文鳥の体が薄白く浮いたまま泊まり木の上にあるかなきかに思われた自分は外套の羽を返して すぐ鳥かごを箱の中へ入れてやった翌日文鳥は例のごとく元気よくさえずっていたそれからは時々寒い夜も箱にしまってやるのを忘れることがあったある晩いつものとおり 書斎で千年にペンの音を聞いていると突然縁側の方でガタリとものの覆った音がしたしかし自分は立たなかった依然として急ぐ小説を書いていたわざわざ立っていって何でもないといまいましいから気にかからないではなかったが やはりちょっと聞き耳を立てたまま知らぬ顔で済ましていたその晩寝たのは十二時すぎであった便所に行ったついで気がかりだから念のため一応縁側へ回ってみると籠は箱の上から落ちているそうして横に倒れている 水入れもえつぼもひっくり返っている。あわは一面に縁側に散らばっている。とまり木は抜け出している。文鳥は忍びやかに鳥籠の山にかじりついていた。自分は明日から誓ってこの縁側に猫を入れまいと決心した。 あくる日文鳥は鳴かなかった泡を山盛り入れてやった水を見なぎるほど入れてやった文鳥は一本足のまま長らく泊まり木の上を動かなかった昼飯を食ってから三重吉に手紙を書こうと思って二三行を書き出すと文鳥がち と泣いた自分は手紙の筆を止めた文鳥がまた父と泣いた出てみたら泡も水もだいぶん減っている手紙はそれぎりにして裂いて捨てた翌日文鳥がまた泣かなくなった 泊まりぎを降りて籠の底へ腹を押しつけていた胸のところが少し膨らんで小さい毛がさざ波のように乱れて見えた自分はこの朝三重吉から例の件で某所まで来てくれという手紙を受け取った10時までにという依頼であるから 文鳥をそのままにして置いて出た三重吉に会ってみると例の件がいろいろ長くなって一緒に昼飯を食う一緒に晩飯を食うその上明日の会合まで約束して家へ帰った帰ったのは夜の9時頃である文鳥のことはすっ がり忘れていた疲れたからすぐ床へ入って寝てしまった明くる日目が覚めるやいなやすぐ例の剣を思い出したいくら当人が承知だってそんなところへ嫁にやるのは行く末よくあるまい。 まだ子供だからどこへでも行けと言われるところへ行く気になるんだろう。一旦行けばむやみに出られるものじゃない。世の中には満足しながら不幸に陥っていくものがたくさんある、などと考えて用事を使って朝飯を済まして。 また例の件を片付けに出かけていった帰ったのは午後三時ごろである玄関へ街灯をかけて廊下伝いに書斎へ入るつもりで例の縁側へ出てみると鳥籠が箱の上に出してあったけれども文鳥は箱の底に そっっくり返っていた。二本の足をかたくそろえて胴と直線に伸ばしていた自分はかごの脇に立ってじっと文鳥を見守った黒い目をねぶっているまぶたの色は薄青く変わったえつぼには あわの殻ばかりたまっているついばむべきは一粒もない水入れは底の光るほど枯れている西へ回った日がガラス戸を漏れて斜めに籠に落ちかかる台に塗った漆は三重吉の言ったごとくいつの間にか黒みが抜けて しゅのいろがでてきた。じぶんはふゆのひにいろづいたしゅのだいをながめた。からになったえつぼをながめた。むなしくはしをわたしている2ほんのとまりぎをながめた。そうしてそのしたによこたわるかたいぶんちょうをながめた。 自分は古ごで両手に鳥籠を抱えたそうして書斎へ持って入った十条の真ん中へ鳥籠を下ろしてその前へかしこまって籠の戸を開いて大きな手を入れて文鳥を握ってみた柔らかい羽は冷え切っている 拳をカゴから引き出して握った手をあけると文鳥は静かに手のひらの上にある自分は手をあけたまましばらく死んだ鳥を見つめていたそれからそっと座布団の上に下ろしたそうして激しく手を鳴らした 十六になる子女が、はいと言って、敷居際に手を使える。自分はいきなり、布団の上にある文鳥を握って、子女の前へ放り出した。子女はうつむいて、畳を眺めたまま黙っている。自分は、絵をやらないから、 とうとう死んでしまった」と言いながら下女の顔をにらみつけた下女はそれでも黙っている自分は机の方へ向き直ったそうして三重吉へハガキを書いた「うちの者が餌をやらないものだから文鳥はとうとう死んでしまった」 頼みもせぬものを籠へ入れてしかも絵をやる義務さえ尽くさないのは残酷の至りだという文句であった自分はこれを出してこいそうしてその鳥をそっちへ持っていけと下女に言った下女は どこへ持ってりまりすかと聞き返した。どこへでも勝手に持っていけ」とどなりつけたら驚いて台所の方へ持っていったしばらくすると裏庭で子どもが「文鳥を埋めるんだ埋めるんだ」と騒いでいる。 庭掃除に頼んだ植木屋が「お嬢さんここいらがよいでしょう」と言っている自分は進まぬながら書斎でペンを動かしていた翌日はなんだか頭が重いので十時ごろになってようやく起きた顔を洗いながら裏庭を見ると 昨日植木屋の声の下あたりに小さい考察が青い特佐の一株と並んで立っている。高さは特佐よりもずっと低い。庭下駄を履いて日陰の下を踏み砕いて近づいてみると考察の表にはこの土手登るべからずとあった。 筆子の主席でのある。「午後三重吉から返事が来た」「文鳥はかわいそうなことをいたしました」とあるばかりでうちの者のが悪いとも残酷だとも一向書いてなかった。